堺市立町屋歴史館、井上関右衛門家住宅、鉄砲鍛冶屋敷。鉄砲鍛冶屋敷は、日本で唯一現存する江戸時代の鉄砲鍛冶の作業場兼住居として、堺市の有形文化財に指定されています。1689年の元禄2年堺大絵図に描かれたこの建物は、表口6間、およそ12メートルでしたが、商いの発展とともに、表口17間半、およそ35メートルにまで大きくなりました。1543年に、ヨーロッパから種子島に伝来したといわれる鉄砲は、堺の商人たちによって大量生産に成功しました。これは火薬の原料である硝石が当時の日本国内ではほとんど取れず、海外からの輸入に頼っており、一大貿易港の堺で多くの硝石を輸入できたことが一因です。また、堺は古墳の築造に用いた鉄製工具の製造からつながる鉄加工技術が蓄積されていました。その素地もあり、堺の鉄砲は銃身を作る鉄砲鍛冶を中心に、台紙、金串、象眼紙などによる分業体制の下で製造されていました。それらの職人が多くいた堺の環郷北部エリアは、江戸時代の工場団地のようになりました。井上関右衛門家は、江戸時代、堺の地で活躍した鉄砲鍛冶の家です。井上家には、江戸時代から近代までの約270年間にわたる2万点を超える古文書をはじめとした歴史資料が伝わっています。古文書を読み解くと、江戸時代の井上関右衛門家の鉄砲製造は、武家からの鉄砲注文が江戸時代後期にかけて増加していたことが判明しました。鉄砲鍛冶屋敷では、井上家に残る歴史資料の実物展示や、火縄銃の分解展示などをご覧いただけます。また、鍛冶場での体験コンテンツなどもあり、鉄砲鍛冶が活躍した本物のものづくり空間をご体感いただけます。